グローバル化、地球温暖化、少子高齢化、格差の拡大など、私たちを取り巻く環境は不確実です。変わらないものって何があるでしょうか。現代人に心の拠り所を与えてくれるものは何でしょうか。石見神楽、どこか安心感がある名前です。島根県西部を指す石見という地名は、8世紀の行政単位である石見の国に由来します。旧石見の国の地域では神楽が人々の生活に溶け込んでいます。石見神楽は日本の神話や歴史を題材として、神が鬼を退治するストーリーが笛と太鼓の軽快なリズムに乗って演じられます。きらびやかな衣装や花火やスモークを使った演出などが特徴で、石見神楽は進化する伝統芸能とも言われています。石見神楽といえばド派手な演出をする車中に注目が行きがちですが、一方で大切なものを守り未来に伝えていこうとしている車中もあります。今日は伝統を大切にしている石見神楽の車中、若林神楽車中の皆さんにお話を伺い、どうして伝統を守ることが大切なのか、伝統を守ることが今日の社会においてどのような意義があるのかを明らかにしていきたいと思います。花田さん、若林神楽社中は昔からあるのですか？そうですね、外を見ていただいたら分かるんですけど、この金木町のですね、若林という集落にある若林神社を、守護神ですかね、氏神様としてこの集落祀っとるんですけども、その氏子が中心になっての神楽社中ということです。始まりは明治の初めから中頃と聞いてますけれどもね、それまで神職の方がやっとったのが農民というんですかね、その地域の氏子さんにこの受け継がれてきたということです。明治の中期になってですね、先人が八丁市というのができたということでですね、浜田市の西にあるんですけど、日無神楽社中というのがありまして、そこに習いに行ってですね、教えを請うたというふうに聞いてます。当時は今と違って交通網がほとんどない状態ですので、15キロぐらいですかね、ここからあると思うんですけど、随分時間をかけてですね、通って、その八丁市をこの若林に持ち帰ってこられたということで、当時ですね、その長い道中を通いながら一生懸命持ち帰られた、先輩方、先人の方のですね、情熱というんですかね、気概というのか、そういったものを、我々もどっかで大事に持ちながらですね、その当時の習って帰られた神楽をですね、できるだけ次の世代に伝えていくというのが、我々若林神楽社中の一番の取り組みだと思ってます。近くこれを閉めるよ。で、自分の力で上げてごらん。若林神楽社中の特徴はどんなところがありますか？そうですね、一番大きな特徴というのは、私たちの先輩から引き継いできた神楽の、演目ごとに違う、いろんな道、いわゆる所作、そういったものがあるんですけど、それをできるだけ変えずに次の世代に引き継ぐ、そういった形で今まで何世代か交代してきてますけど、舞ごとの所作決められたものがあるんで、それを忠実に教え、次の世代に引き継いでいく、そういったことを引き継ぐことによって、地元の氏子さんをはじめ、見ている方についても先人の方から引き継いだものを同じ神楽を見ていただきたい。でそれによって、特に地元の古い方というのは安心されるというか、飽きずに見て
ていただけるというのが一番大きな特徴じゃないかなというふうに思っています。それだ、よいしょ、 OK。 社会や技術の進歩に伴って変わっていくこともありますか？神殿の前では二礼二拍手、一礼、これが基本になります。今回若林の方も邪道邪頭の方を新しく新調しました。軽くなりましたし、早くこのコロナウイルスがなくなって、またいつものように神楽ができて、皆さんの前で奉納ができれば願っております。でこっち持って、全然軽いですよ。伝統芸能の役割とはどんなことがあると考えておられますか？この神楽はですね、自然を相手にしてですね、農耕を営んでおったわけですから、やっぱり自然に影響されることというのはたくさんあると思うんです。で、もちろん最近もありますけども、水害であったりとか天変地異というんですかね、そういったものも今まで何回も繰り返されてきたことだと思うんです。そういったことが直接自分たちの生活に大きな影響を与えるんで、やっぱりその自然に対する恐れとか、それから逆に自分たちにこう豊かな実りをもたらしてくれる、そういったことに対する感謝であったり尊敬であったり、そういった自然に対する崇拝というんですかね、そういったものがもともとあるんだと思うんです。実りに感謝をして、みんなで集まってお祭りをして、そして神楽を奉納すると、一緒になってですね、神楽を舞う者も見る者も一緒になって、その年一年をの実りを感謝をし、そして次の年の豊作を願うと、一緒に神楽を楽しむというのがずっとこう続いてきたと思いますので、これからもですね、そういった伝統、そういった祭りの伝統を守りながらですね、ずっと昔通りですね、続けていけたらと思っております。若林神楽社中の皆さんからのお話を聞いて、石見神楽の伝統を守ることによって自分だけじゃなくて他の人も幸せになってほしい、今生きている人だけじゃなくて過去の人も未来の人も幸せになってほしいと願う心があることに気づきました。太古の昔の神話を今によみがえらせてくれる石見の国の神楽、不安な時代に単に流されてしまうのではなく、大切なものを自ら守っていくことが生き抜くことだと思いました。